CM さんにて放送させていただいております。はい、いただいております。はい、で公開からもありでやっております。はい、まだ間に合う人はぜひスタジオの方ね遊びに来ていただけたらと思います。はい、お待ちしてます。はい、どうも、はい、ありがとうございます。お越しいただきまして、はい、みんなで楽しんでいきましょう。はい、はい、でこちらの番組はですね、はい、夢を持って頑張っている人を応援していこうという番組になっております。おります。はい、じゃあそれぞれ自己紹介ですね。はい、じゃあ私から言っちゃおうかな、この流れで。すごい紐取れちゃってますけど、ワロック系シンガーアーティストやっております。アミシートです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。だか、はい、マジです。はい、モルちゃんでーす。わかりやすい、シンプル。めっちゃシンプル。いつもモル、はい、モルちゃんです。よろしくお願いします。はい、コスプレするスロッターをしております。コスロッターの羽子翼でございます。おー、コスロッター、はい、はい、そしてそして、はい、ただのオタク森さゆるです。よろしくお願いします。そんなことない。はしょったな、いろいろ。すごいいろいろはしょったね、本当にね。でもやってます。はい。なんかいろいろやってられますね。いろいろやってます。はい、はい、じゃあこんな4人でお届けしております。はい。はい、で今週も素敵なゲストさんをお呼びしておりますので、後々登場していただきましょうか。はい。はい、で、はい、この1ヶ月間結構ね、今月1で番組やっておる。おるんですよ。おるんですよ。そうでもなるか。さようか。なんか1ヶ月何してたみんな。え、私、うん、ちょっとざっくりしてるけどね。モルちゃんは2ヶ月ぶりだから。そう、そう、そうだよね。そうだよ、モルさん。どこ行ってたんだよ。めっちゃ髪伸びてほしい。うん、そう、髪の毛すごい伸びてる。そう、一晩寝ると伸びる、なんとかの人形みたいな。え、それやだ、それ怖い。恐怖だわ。ババババって伸びてくる。そう、伸びたみたい。じゃなくて、ね、ちょっとね、ずいぶん前になりますけど、はい、スポドル女学院無事、無事解散しました。はい、解散、うん、ちょっとね、無事とか大丈夫、おめでとうって言っていいのかな。解散ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、ね、だね、そう、まあ、今までの、モデルの活動とか、いろいろやっていけたらいいなと思って、うん、はい、いや、今日のね、モルさん、やばいの、エロいの、ちょっと、そうなんですよ。初回の時は普通のね、お洋服だったんですけど、なんと今回は気合を入れて、いや、だって、いや、私は振ってくよ。あれ？ね、せっかく来てる。そうそう、はい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 、エロい。下大丈夫なの？ダメ。履いてない。やっぱり履いてない。ダメ。そう。ダメだよ。今日ダメなやつ。はい。ダメなやつ。ダメなやつ。ねえ、大丈夫それ言って、ダメなやつって言って、私か、もう下半身しか見ないよ。ダメダメダメ。すごい、この方を刺激する言葉だよ、今の。ダメなの？ダメだったね。あ、見てる見てる。ゲストさんも見てる見てる。ほら、第1回の時みんなガッチリコスプレしてたから、うん、私何もしてないと思って、今回こそはと思って。どうしよう、青いだけの私服だけ。大丈夫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 。青がやっぱ森さんだから大丈夫。そうだよね、トレードマークの青がね、はい、今日腰痛い痛いだからね。そうやりました、やっちゃいました。つかないように気をつけて。すいません、うって言うから。ねって言うから。え、猫ちゃん何してますか。うん、猫、猫は大体スロット打ってた気がするかな。うん、毎回全然考えてなかったよ。全然考えてない。全然考えてない。無心で打っちゃいますからね。そうそう、何だろうこれと思っちゃう。森さんはね、腰を痛めてました。腰を痛めてました。もうタイムリーでございます。腰も無事終わって。あ、お、そうだよね、この間バタバタね。そう、睡眠時間15分で頑張ってました。いやー、4日間倒れちゃう、倒れちゃう。そういうとこ言わないんですよね。あ、そんな感じでね、はい、そろそろ CM の方へ、はい、行きたいと思います。はい、じゃあ CM 挟みましょう、どうぞ。私たちは IT、物流資源をはじめ、人と人をつなぐイベント事業、法人、個人の抱える課題を解決するコンサルティング事業、人の夢を応援する事業、地球環境を配慮する事業など、多岐にわたりあなたをサポートします。そしてあなたの問題を解決に導き、人と人、企業と企業をつなぐことが私たちの使命です。人をつなぎ、輝く未来を創造する、アースライズ。
大事。はい。はい。はい、ご覧いただきました。はい、はい、CM ですね。はい、番組の、あの、はい、支えてくださっているアスライズさんの、はいはい、CM となっております。はい、はい、それではそろそろゲストさんの方、ね、さんをお呼びしたいと思います。はい、本日のゲストさんは、はい、メガドライドル相澤めみさんです。どうぞ。めみちゃん、こんにちは。こんにちは。はい、ダメミです。はい。そう、な、あのね、名前書きなって渡したやつをね、こう、メガドラミニに発売おめでとうございます。素晴らしい。名前とかいいんですよ。名前とかいいんですよ、もう。そんなの。まさかのこれで。メガドラミニ、おめでとうございます。おめでとうございます。素晴らしい。説明すると、はい、ここ近年、はい、ファミコンミニから始まり、いろいろこう昔のね、うん、あのハードのミニがどんどん出てるんですよ。それのとうとうメガドライブ、メガドライブが、はい、発売となります。ね、完成しました。はい、私作ってないです。待ちわびてましたもんね。はい、9月19日に発売しますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。メガドライブとファミコンってどっちが古いんですか？ファミコンです。ファミコン。はい。まあ、しょうがないです。しょうがないゲームやらない方はやっぱりね。はい。そうね。はい。でもミニ、メガドライブ出た時すごーってなってましたけど、それのミニ版できちゃうってすごいですよね。ね、あのスペックをミニにするんですよ。そう。しかもあん中に入ってるっていうのがちょっと恐ろしいなっていう。42タイトル。ねえ。え、どうやって遊ぶの？え、あの接続して遊ぶ、テレビに挿して、はい、HDMI で挿して、パチッてやれば遊べます。会場の皆さん、メガドライブやってたよっていう人いらっしゃいます？あ、はい、全員やってます。さすがでございますね。素晴らしい。さすがですね。メガドライバー全員友達なんで、うん、友達なんで、いいですね。メガドライバーって言うんですか？はい、メガドライバー、メガドライバーっての単語がさらっと出てきたのがびっくりです。そっか、使ってください、明日から。使います。はい、メガドライバー、はい、今日から俺もメガドライバー。そう、今日から俺もメガドライバー。19時だから発売。はい、そうです。まだ、まあ、これからかな。まだありますよ、うん、はい。古い方はもう、あ、まあ、中古では売ってますかね、ゲーム。あ、全然売ってます。うん、5000円程度で。です。はい、です。たった5000円で。じゃあ、本、はい、本ちゃんの方をやってからミニをやりましょう、皆さん。素晴らしいですね。待ちわびられないと思うんでね。でも結構ソフトってかさばるじゃないですか。でかいやつをみんな、わかんないでしょ。だから DS とかさ、こんなちっちゃいじゃん。そう。ねえ、想像つかないでしょ。こんぐらい箱に入ってね。メアドライブの、まあ、めちゃかさばりますよね。そうですね。もあるただかさばったところで、うん、メガドライブのケースはハードケースなんで、そう、紙ケースじゃないんですよ。ケースじゃない、ね、どこまでも保管できる。え、どこまでも、そう、あのハードな感じがやっぱ、そうなんです、高級感というかね、ありましたよね。そうなんですよ。確かにスーファミとかね、ファミコンとかぐっちゃぐちゃになって発見される、うん、そうね、そうね、そうだね、紙だもんね。そうなんですよ、うん、ね、確かにその辺が優れていると思います。素晴らしい。何でしょう、このデザインのデザインのところのシールとかが剥がれてぐちゃぐちゃになっちゃうとかね。ファミコンはスーファミとかはありましたよね。あれも味ですよね、うん、あれもファミコンとか自分たちの名前書いたりとかして、ね、うん、そうメガドラ書けないんで。そうね、カセットに名前書くってありましたね。ありましたよね。中古のファミコンにはもう名前が書いてある、たかしとか書いてあるんですけど、メガドライブはカートリッジが黒なんで、はい、書けない。書けない。ポスカで書く。ポスカで書いていいんですか。ポスカ。落とせる。そんなですね。はいはい。おすすめのゲームというかって。メガドライブのですか。どんなゲームが好きですか。私は結構アクション好きなんで、アクションですか？格ゲーもしくは、うん、アクションかな。あ、メガドライブ、それ、はい、はい、それはメガドライブですね。メガドライバー、メガドライブにはアクションとシューティングがすごい多いんですよ。なんで導入から始めるにはまず10号機ですね。10号機です。10号機か、はい、あ、それやります。スピリットボールってのを3つ揃えると
獣人に変身できるっていうゲームなんですけど、集めたいですね。そうなんですよ、コレクターのちょっと心くすぐるやつですね。そうなんです。こんな話で大丈夫ですか？大丈夫です、全然大丈夫です。私こういう話しかできないので、はい、大丈夫です、大丈夫です、全然大丈夫です。そうですね、あの具体的には普段やられてる活動とか、ね、普段は、はい、あのメガドライブを世に広めるべく活動しているんですけれども、うん、あの最近はイベントに出て、うん、自分でこう写真集作ったりして、うん、メガドライブのキャラクターのコスプレの写真集とかインタビューとか載せて、それをこう配るというか頒布させていただいて、活動してますね、はい、あとはまあツイッターとか、うん、あとは生放送出たりとか、はいはい、そういう活動をしてて、で今は CD 制作をしています、はいはい、これですね、こちらに見合ってた、これもすごいかわいい、ね、はい、こちらね、2019年冬ということで、まあ、多分冬、多分冬、はい、ね、うん、メガドラを世に広めるべく CD を作ろうかと思いまして、たくさんの人にご協力をいただいて、たくさんの人にご協力をいただいてありがとうございます。やらせていただいてます。そうなんですよ、実は私あのプライベートでとても仲が良くて、彼女の家に行った時にもうなんかそうゲームが始まるわけですよね、それでもう熱いこう語りが入るんですけど、私そうそう終電 ごめん終電がみたいな森さんまだ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 入るまだまだこれからこれからっつってそんな感じでね、うん、ありましたね、ありましたね、そんなこともね、ありました。あの後 2,3 時間やりましたそうそう、ツイッター追ってたら終電はなくなりましたね私は帰ったんですけど、あの他のメンバーがいて、そうタコパからのメガドラ講座みたいな、そうですね、ね、でも最後まで聞きたかったですよ。私 RPG 結構好きなんで。本当ですか？私も好き。本当ですか？超好き RPG。でもいっぱいおすすめあります。一番のおすすめなんですか？メガドラロープレプロジェクトの。あ、ごめんなさい、プロジェクトじゃなくてファンタシースターの千年記です。ですよね、私そこ行くんじゃないかなと思ったんですけど、ファンタシースターってメガドラ、うん、そう、実はファンタシースターって今あると思うんですけど、うん、これってメガドライブじゃないや、メガドライブじゃないんですけどマスターシステムから最初始まってるんですけど、うん、2以降はメガドライブなんです。そっか、そうなんです。そうですよね、セガ系列で分かれてる。そうそう、そうなんですよ。で、時を超えて、ドリームキャストでファンタシースターオンラインが出たんです。そう、私ドリキャスでやってたイメージが強いね。そうなんですよね、はい、初代もオンラインも中裕二さんが手掛けているっていう、はい、うん、そういうおすすめです。すごくめっちゃ楽しいです。ミニ買わないと、30回ぐらいと。ミニいくらいくらですか？ミニいくらですか？ミニいくらですかね。でもそんなに急少なかった。そんなに800円とかだと、ね、まあ、そうですよ、そうですよ。そう、そう、私もなんか、ね、そう、予約特典どこで買えばいいかなって見てた時に、うんうん、あ、本体だけだとこんな安いんだ。めっちゃ安いんですよ。そう、めっちゃ安い、その微妙な差だったら初代と、うん、新しいのどっち買った方がいいんですか？いや、それは難しいことですけど初代は HDMI につなげないので、今のテレビならミニを買った方がいいと思います、うんうん、そうだね、はい、そうですよね、ブラウン管の時ですね。そうなんですよ、そうなんです。そうだなんかそれでがっつりこうハマって、うん、いや、もう手元に欲しいわってなったら中古で買いあさって、あ、それいいと思います、ね、それがいいと思う。たまってそこにないソフトをやりたくなったりしたら、うん、そう、入ってないの、はい、いっぱいありますか、うんうんうん、ただ名作ほとんど入ってるのでじゃあマニアックに行きたいんだったらそっちを、うん、そうですね、なるほど、そうですね、隠れた名作もいっぱいあるんで、うん、大人の事情で入らなかったゲームもたくさんあるんでその辺もやっていただきたい、ね、そこ気になる、ね、はい、やっぱ初代でやるかなっていうね。そうですね、そうですね、いろんな事情ありますからね。いろんな、確かにゲーム機のミニが出るから、うん、あのメガドライブ正直出るのかなってちょっとびっくりしたんですよ。出るんだって思って、うん、詳しいですね、あのゲーム、ゲーム、あ、そうなんですね、そうそうそう、あ、じゃあ買ってくださいぜひ。買いました今のファミコンとスーファミは買ったんですよ、はい、ミニ。あ、そうなんですか。もともと初代もまだうち起動するんですけど、すごい、ちょっと対
切にずっとやってて、まあ、やっぱブラウン管じゃないんで、そうですよね、どうしてもあれなんですけど、なんかちょっと比率も違いますしね、うん、やっぱちょっと歪んじゃったりとかするんで、そうなんですよ、メガドライブ、まあ、ミニそれでやっぱ買って、うん、久々にやっぱやるやつがあると、うん、なんか普通に PSP とかで言うとね、もう今持ち運べるやつばっかりだったんですよ、うん、スイッチとか、うん、じゃなくてもうそっちはもういな、もういいやってなっちゃう逆にできる、うんうん、そうですよね、うん、ね、なんか昔のゲームってすごいローディング長かったりなんかゆっくりだったりするじゃないですか。それは CD です。あ、そう、ローディングはないです。そういうのはもうサクサクいくんですか。サクサクいきます。あのロードっていうのができたのが、うん、まあセガでいうとセガサターンからで、うん、違う、え、本当ですか。メガ CD でした、ごめんなさい。 CD の媒体になると今度ロードが長くなっちゃうんですよね。キャッチっていうのは読み込みが違うので、うん、サカサカ進むんで、今指摘が来ました、サターンじゃねえよって、そうメガ CD、 そうですよね。だからファミコンとかもないですよね。あ、ないですね。ファミとかバグは起きますけどね。フーってやつ、あれはもう、で今のカートリッジとかはそんなにもう成功にできてない、バグもないしっていうね、うんうんうん、全然綺麗にこう1万円以内なら買える、買える、楽しいですよ、やる。で、コメントいっぱい来てる。そうなんです、うん、コメントが結構来てまして、うんうんうん、ね、メガドラミのねとか、やっぱりミミさんらしいとかね。ね、あ、挙手してる方もいらっしゃる。私本当に今日、ね、女の子だらけのアイドルみたいなこう番組に出させていただくの実は初めてで、そうなんです、いつもゲームの番組ばっかりで、確かに、あの、自分より全然上の大人の方、あの男性の方が多いですよね。そうなんですよ、存じております。ゲームをやってらっしゃる方は、ね、書き込みどうかなって見たらいつも通りやってます ,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 
思った。レッドヒーローとか入ってた。そう、実は、そう、実はちょっとメガドラアイドルさんをって言ったら、俺メガドライブ好きなんだよ。いいね、いいね、そこ来てもらおうよ。すっごい食いついてて。素晴らしい。そう、なんか熱く語られそうになったんで、私はちょっと逃げました。あ、ぜひ私と。ね、さっき先ほどっエレベーターでご一緒した時すごいもうちょっとの時間でもうすごい多い時間、ね、私より全然上行ってましたよ。え、そうなんですか。僕はメガドライブよりもっと前ですって言ってました。私呪文にしか聞こえなくて呪文ね、ポカッとしてましたもんね。明日から幸せになる呪文 SG1000 なんで覚えてください。でもメガドライバーメガドライバーメガドライバー心得た。今日から始めるメガドライバーお願いしますね、やばいです、はい、めっちゃ楽しい、うん、こんなんでいいかな、ね、大丈夫ですよ。あ、でもすごいみんなね、ちょっと待って、マイケル・ジャクソン押されてっけよ、大丈夫。マイケル・ジャクソンのゲームがあるんですよ、メガドライブに。めちゃめちゃあれですよね、This is it とか流れるやつ。そうなんですよ。そうめっちゃやってました。あ、本当にやってたんですか。なんかスーパーミの、あ、ファミコンの時にやってて、私もその後にメガドライブで出たんで、それもやっちゃいました。すごいすごいっすね。そんな女の子初めて見ましたよ。マイケル・ジャクソンすごいんですよ。でやっぱ曲は知ってても、なんかね、ゲーム化するってすごいじゃん。そう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 。だって何するんですか。そう、TikTok で買うんですよ。マイケル・ジャクソン乙女とかじゃなくて全然違うの。全然違う。普通に男の子を助けに、男の子を助けに、ハット飛ばしますかみたいな。そうそうそう、踊って敵をやっつけるんですけどね。必殺ライスピリットとかもね、ありますね。ありますね。すごいめちゃめちゃやってますから、ね、結構ブロって思って。なかなかメガドライブでサムスピ出してくる人もいないです、ね、あ、本当ですか。ネオジオじゃないかな、どっちかっていうと。え、あ、ネオジオ、あ、まあ、まあ、確かにネオジオの方が有名ですかね。そうですね。そっか、メガドラ版でノドラゴ2ですね。すごい、なんかどんどんソフトっぽいのが出てくる、うん、ダップラを勧めるのじゃ。ダップラコンパンダ、ダップラをやってください。コンパンダ違うか。ダップラってのは、うん、皆さんご存知のストリートファイター2ダッシュプラスっていうのを略してメガドライバーはダップラって言うんですけど、とかそれがみんなダップラって呼んでるのか私だけ呼んでるのか分かんないんですけど、ダップラって書いてあります。ストリートファイターどこ行ったよ。波動砲書いちゃったんですね。みんな世間の人はスト2って言いますよね。メガドライバーはダップラっていう。あ、じゃあもうこの方はそれってもうなんか違うんですか。ゲームの中身も違う。ゲームの中身はターボとダッシュってのがあるんですけど、うんうんうん、ストリートファイターってどっちも遊べるんですよ。それがメガドライブ版だけっていう。お得。
ね、でコメントが、はい、高潔寺一族をなんでみんな格闘ばっかり格闘系格ゲー多いですね。やっぱ格ゲーそうですよね。出産みんな好きなイメージ格ゲーね、タネさん、ばあさんですね、どっちも変身して若い女の子に戻るんですけど、 その間だけめちゃくちゃ強いんですよ。でも一定時間もするとおばあちゃんに戻っちゃって、入れ歯とかで攻撃するんですけど、めっちゃシュールで、そういうキャラがいる洞穴寺一族っていう。でもめっちゃ可愛いんだよね。可愛いですね、はい、クララとか可愛い、ね、可愛い、そう、あの当時コスプレ流行ってました。そうだった。内容知らないけど、なんか聞いたことあるキーワードはぽいぽい出てきて、本当ですか。内容はごめんなさい、分かんないですか。メンタヒーローは、メントフィオ、ごめんなさい、知らないか。あれ、この女の子に無茶振りする、うん、そうだよね、とか言って、ゲームとかやらないとあれかな。いや、ゲーム好きなんですよ、好きなんだけど、そこまでは分からない。どっちかというと RPG とか、なんだろう、バイオハザードみたいなのが好きなんですけど、それ系はないですか。バイオハザードですか、うん、あります。おっと、あります。スプラッターハウスって言うんですけど、ドロドロで、はい、バイオハザードに近いかもしれません。横スクロールアクションです。横スクロールアクションのパート3まであります。難しい。ただパート1はないんで気をつけてください。え、何それ。いや、昔のゲームは結構あるあるで、なんかいきなり2からそうなんですよとか、結構あるあるなんです。そうなんですよ。もっと1出てないんですよ、不思議です ね、 ね、ありますよね。そういうのって、なんだろう ね、 ね、話題作りなんですかね。大人の事情じゃないですか。なんかでも私ファミコン好きなんで、ファミコンの話になっちゃうんですけど、ドンキーコングが怒りのメガトンパンチっていうの出てんですけど、あれ2なんですよ。なんで2なんですかってちょっと、作った側の方に聞いたら、そうしたら当時その映画でやってたのが2なんだよ、だから2から、え、あ、それに合わせてってこと？言うのを聞いたことがあって、そう、あ、そっか、映画とかじゃないんだ。成功とかで作ったりとかってことも、なんかそう、映画で流行ってたのと一緒に出しちゃえみたいなやつじゃないですか、私は分かんないですけどね。そこまでにマジカルアドベンチャーはなんで1は出てないんですかって聞いてください。え、マジカルアドベンチャーはなんで1は出てないんですか。で、その人に聞いてみてください。聞いてみてほしい。あ、聞くんですか。わかりました。機会があったら。機会があったら。わかりました。聞いておきます。じゃ、そんなですね、質問をいただいてるので、ちょっとここ話の流れに沿って、ほまれさんから、初めて買ったメガ CD のゲームは、初めて買ったメガ CD のゲームは、ルナシルバースターだと思います。ルナシルバースター、正直これ難しい質問で、私お兄ちゃんが結構年離れてるんですけど、そのお兄ちゃんが持ってたゲームがメガドライブだったんです。なので当時ゲームを買ってないんですよ、自分で。同じです。そうですよね、すごいわかります。お兄ちゃんとそうなるんですよね。お姉ちゃんが買ってきたやつで遊んでいたので、大きくなってから実はメガドライブのゲームを初めて買った。で、メガ CD はって言われるとやっぱルナかなっていう。当時メガ CD 買ってお兄ちゃんって言っても買ってくれなかったんで、そうだね、お兄ちゃんはお兄ちゃんの読んでみたんですけど、メガ CD とドライブの違いは、あ、そうですよね。あれって思って、メガ CD ってのはメガドライブの、はい、なんていうんですかね、強くする車みたいなもんで、メガ CD がそれに、あ、じゃあメガドライブがメガ CD に乗っかると、なんと CD で遊べるようになるっていう。わかんない。モルさん頑張って。モルさん頑張って頑張ってみたいな。そうなんですよ。メガドライブって完成形があって、そのメガドラタワーって呼ばれるんですけど。メガ CD にメガドライブ乗って、なんかあれこれ乗っていろいろ強くなっていくゲームなんですよ。ゲーム機自体、え、ハードが、ね、ハードがそうです、そうです、ハードがパワーアップして、だいたい完成するとこんぐらいの大きさになるんですけど、はい、パソコンじゃん、パソコン。あ、でもそれと、ね、きっとなんかね、近いものがありますよね。そうですね、原点は一緒かも。最後ちょっと細長くなるんですけど、原点は一緒、多分想像が。本当ですか。猫ちゃんがフリーズしてる。鏡餅みたいになるんですよ。え、
え、だってまあ一番下の大きいのがメガ CD です。メガ CD、はい、みんな教えてあげて、まあ、とにかくメガドライブ、簡単に言うとカートリッジで遊ぶゲーム、こうガシャってやって遊ぶゲームなんですけど、それが今度 CD 走ってやってシュッて入れてどんどん遊べる。で歌とか声とかも出ちゃうみたいな。任天堂スイッチをテレビに挿したみたいな、そ そういうことではなく、スイッチになんか追加でどんどんコントローラーいっぱいつけてくるとか、ダンボールとかツイッターみたいなやつですか。んあ難しいな、なんで表現してくれますかね。ダメだ、なんすかね、ダメだ、すごい悩まされる回だわ。カートリッジと CD の違い分かりますよね。はい、分かります。で、うん、カートリッジにはやれることが限られてるんですよ、うん、例えば声出すにも音たま止まっちゃったりとか、なんかいろいろあるんですよ。ガビガビだったりとか、画廊伝説なんて、画廊伝説みたいな感じになっちゃうんですよ。すごい。それが、CD になると、画廊伝説ってなるんですよ。すごい、すごい、すごい、そういう感じで。めっちゃわかる。声割れてるじゃん、ちょっとわかる。宿命の戦い。わかったわかった、アップデートがこれではできないから、超笑った。作成者の後付けで、これでちょっと、よくしてね、みたいな。ってことで違う違う、もういいよもういいよ。今プレステとかって CD みたいなやつだと思うんですけど、はい、あ、まあちょっと違うかもしれないんですけど、あれを初めてやったのってメガ CD なんですよ。でそれまではスーパーファミコンとかファミコンみたいにこうガシャって刺すやつだったんですけど、まあ、とにかく媒体が変わった、うん、はい、そはーい、そらへーい、そらへーい、はい、コーナー行きましょう。ゲストへの質問、はい、普段聞けないあんなことこんなことですね、普段は、いろいろ森さんがぐいぐい聞こうかなと思ってるんですけど、はい、せっかくなんで、うん、どうしようかな、ウェブで観覧してる方からにしましょうかね。あとはなんか結構やっぱ質問来てますね、うん、質問聞いちゃったんだけど、そうですね、うん、じゃあそれが来てるんでやっぱり会場から聞きたいと思います、うん、はい、はい、行きましょう。本日のゲスト、愛沢めみさんに、聞いてみたいよっていう方、はい、はい、音声で。誰もいない。あれ、いない？いらっしゃらない？じゃあお願いします。質問箱に入れてくれた方がいればそれを読んでいただいて、はい、ね、皆さんの中にご質問箱入れてくれた方、メガドライブミニは何台買いましたか。お、4台買いました。4台。ちょっと待って、もうすでに4台、ちょっと早まって4台買いましたが、一つはアジア版なので、あのちょっと違います。アジア版で、はい、エイリアンソルジャーが遊べるんでそこでやっぱりね、追加で買っていくという、外さない、はい、では次の質問、はい、書いたの忘れちゃいました。書いたの忘れちゃいました。来るかな、一番上のですね。はい、じゃあここから、読ませていただきたいと思います。思いましょう。猫越川に読んで、うん、マイクやっていくから。メガドラのゲーム音楽で好きなのは、はい、はい、うん、メガドラのゲーム音楽で好きなのはって言われると、うん、一つ挙げるのはこれまた厳しいんですけど、うん、パッとやっぱ思い浮かぶのは、うん、ベアナックルかなって思います。ベアナックルだそうです。ベアナックルっていう、こう横スクロールベルトアクションなんですけど、うん、やっぱベアナックル2のドリーマーか3のジェットかその辺かなと思います。通じる人に通じてくれればいいです。大丈夫です、はい、大丈夫です、はい、ね、ですね、やっぱりみんなね4台っていうのに、うんうん、4台って結構ドンビーてる、気になる気になる1台なんかヤマなことじゃない、絶対みんな買ってるはずなんですよ、ね、だって1台アジア版でしょ、うん、そうです。で次は日本版です。日本版、はい、で3代目は日本版です。日本版です。3代目は日本版です。日本版です。そのままわかんない。置き場所が違う、はい、そうですそうです、うん、はい、あ、そうですか、はい、リビング自分の部屋正直言うと職場みたいな、正直言うと、はい、W と普通版があるんですよ。メガドライブ 2バージョンあって、そのパッケージが初期型か後期型かっていう箱のデザインの違いがあるんです。やばい。でもやっぱ大好きな人は買っちゃいますよね。すよ、買っちゃいます。その箱の違い大事です。やっちまった、 Amazon キャンセルできないんだもん
ャンセルかご予約の時点で確かにキャンセル不可ですからね。もうね、でも買っちゃいました。買っちゃいました、はい、あとなんか特典がついてくるって言って、あとでエビ天さんがメガドラミニのカートリッジがついてくるみたいな特典が出たんで、もういっちゃいっちゃいっつってそれはいっちゃいましょう、いっちゃいって買っちゃいました、うん、いっちゃいますね、はいらしいです。はい。それでこそメガドル、メガドルアイドルさんでございます。視聴者さんの中にも2台ならとかは、あー、ですね、今手堅いですね。ね。はい、そんな感じで質問以上で、はい、締めさせていただきます。締めさせていただきましょう。はい、ありがとうございました。すいません。奥舞台。ね、はい。次のコーナーは、羽子翼の猫スロー。はい、あ、はい、はい、猫でーす。はい、猫スロコーナー、もうちょっと高いやっちゃうんですけど、メイロさんはスロットはパチッコは打たれますか？学生の時に、お兄ちゃんに連れられてちょっと見たことがあります。メガドラにはやっぱそのゲームはないんですね。ない、あ、いや、でもガロとかそうじゃないですか。ガロ。ガロそうなの。ガロメガドラで、あれなんか、あれありますよね、多分ね、ないかな。ガロ伝説はあります。ガロ伝説あります。あとね、ソニックスピンボールはあります。ないっけ。ソニックスピンボールはちょっとないだ。なんでもないです。あ、はい、ガロはない。すいません。はい、あ、そっか、ガロ伝説ある。はい、あ、じゃあ、ちょっとそんな皆さんにも分かるような台を今回は紹介しようと思います。何だろう、何だろう。今回はですね、7月頭導入予定となってます、はい、皆さんもおなじみ大好きなガルパンはいいぞから、ガールズ&パンツァー、イエーイ、素晴らしいです。2代目、2期種目、本当に初代スロットの方ですかね。スロットですね。あ、ガールズ&パンツァー G、ごめんね、カンペを。これが私の戦車道ですというやつ、はい、7月8日から全国導入予定となっておりまして、はい、こちらですね、前作大好評な題だったんですけど、こちら私の方も結構打ち込んで覚えております、はい、でですね、ゲーム性は前作と同じくバトルタイプの AT 機となっているんですが、はい、で純増が約 2.6 枚、出玉減少区間のないノンストップ AT 機となるので、うん、せっかくゲーム数あるのに増えないじゃんっていうところがないタイプの AT 機となっております、うん、はい、でもちろんバトル勝利時にはおなじみのランク抽選、次セットの継続確定の仕様となっております、うん、またですね、今作の新しい台の方の通常時にはですね、なんか台のこの辺に暗号カウンターっていう、まさに今書いたんですけど、うん、が設置されてまして、ゲーム数とか、はい、あとちょっとレアな子役とかがあるとカウンターが減少して、で減少がゼロになるとストーリーに移行して、さらにそれが成功するとやっとチャンスゾーンに入る仕様となっております。でね、そのストーリーは全9種類もあるそうで、これはあの多分原作のアニメに沿ったストーリー性となっているっぽいです。でですね、そんなチャンスゾーンの成功率がなんか 40% 超えと、はい、あの入るだけで割と熱い的な戦車道チャレンジが、一番下のでも戦車道チャレンジで 40% 超えの期待値なんですが、さらにもう一個上がありまして、こちらは前作と同じ意味、暗号祭りですね、はい、暗号祭りというのが期待度 70% オーバーで存在しておりますので、そう、入ればもう激アツ、外したらもう帰ろうっていう、うん、そういう感じのチャンスゾーンが用意してます。はい、でですね、チャンスゾーンが成功すればもちろん AT 突入で、はい、うん、なんかね、好きだからね、ちょっといっぱい語りたいんですけど、はい、AT 突入しまして、うん、でですね、分かんなくなっちゃった、どこAT が入れば、はい、そのまあ、バトルに勝って続けようというシステム性となってます、うん、でですね、まあ、とりあえず基本の流れはチャンスゾーンを目指して AT 突入して、で100ゲームごとになんか今回はレア役抽選、暗号カウンター追加とかもあって、うん、なかなか拾う機会が前作よりは増えるかと思うので、はい、見かけた方はちょっと触ってみてはいかがでしょうか、はい、私も多分いっぱい打つと思うので、うんうんうん、メイン機の一つになってくれれば嬉しい台の一つでございます、はい、こちら7月8日から全国導入開始予定となっておりますので、うん、よろしくお願いします。もうそろそろですね。そうね、もう全然違いすぎて、すいません、噛みまくりました
いや、私、そう、この前、前回ね、こう、ほら、言ってた、もう、ラブジョー。ラブジョー。ラブジョーをこう横目に、あもうそうそう撤去かって見ながら、そう週末、はい、そういました。って思いました。ね、9月になくなっちゃうので、ねね、そうそうそう、メガドラミニと入れ替えで、発売とともにラブジョーは、すいません。はい、そんな感じで猫氏の猫スロコーナーでした。猫スロコーナーでした。ありがとうございます。続きましては、あミシントさんの、はい、先取りおすすめウェブ小説コーナー。なんですけども、私なんかいつもね、持ってこようとする小説がね、書籍化しちゃうんですよ。で、あの先取りなんで書籍化するともうダメっていうか、確かに出しづらいなみたいな、書籍化してしまったみたいになっちゃうので、なんでまたちょっとね、まだね、ウェブ、前回はウェブ漫画の方を紹介させていただいたので、今回もちょっとウェブ漫画の方を、はい、紹介させていただきたいと思います。はい、はい、で今回ご紹介するのは、ピッコマ。ピッコマ、うん、はい、さんですね。ピッコマさんで、ずっとやっております、彼と彼女の魔法契約という漫画があります。はい、こちらの漫画サイトさんですね、なんかベストチャレっていうのがあって、ベストチャレンジですね、素人さんが漫画応募するんですよ。でずっと人気だとみんながいいねとか押していくと、晴れて、本ちゃんの方に行きまして、ちゃんと連載っていう形、聖書書きにした連載になるんですよ。でそれ、すごいベストチャレの時から人気で、晴れてこっちの方の本ちゃんの方に、公式の方になって今連載している漫画です。結構もう長いので、こちらも今第3章まで行ってんのかな、はい、ぐらいになってます。この間まで2章やってたんですけど、毎週、木曜日ですね、更新される漫画になっております。で大体無料、こちらの方もなんか時間が空けばどん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 無料で見れていく漫画なんですけども、まあポイント買って購入されるのもありですし、で内容なんですけども、魔法使いのお話です。もう名前の通りなんですけど、魔法契約なんですけど、昔悪名高い魔法使いがいて、でもう一人は国の王女様で、王女様もすごい偉大な魔法使いなんですよ。で正しい魔法使いと悪名高い魔法使いの戦いなんですけど、まあ前世でちょっとバトルして亡くなります。理由があって、でお互い生まれ変わって、同じ魂を持って生まれ変わってまた会ってっていうお話なんですけど、そこから続くもう何百年も続いている戦いのお話ですね。はい、もうふわっとさせていっちゃいましたけども、はい、なんか結構ねフェイトとかそういうのも好きな人は結構前世からずっと続いてるストーリーだったりとか、昔の前世のお話が結構重要になってくるんですよ。でそれをその昔話をたまに10話に1回挟みつつ、現代のストーリーも進んでいくっていうやつなんで、なんだみたいな、どうなってるんだ、待って前世はこうだったのみたいなとか、すごい衝撃が、でフラグがすごいです。この漫画家さん本当にフラグ回収するのもうまいですし、あこの時言ってたのってこの時のことなんだとか、すごい気づかされる漫画になってますね。なんで、はい、全然興味、そういうファンタジーとかが大好きな方はぜひ見ていただけたらと思います。いいね、はい、ゆくゆく漫画とかね出してくれたら嬉しいなと思ってます。うん、そうだね、はい、コミック、はい、で以上で先取り私のおすすめウェブ漫画コーナー終わります。はい、よろしくお願いします。はい、はい、それではですね、MC 陣から、とりあえず告知なんかを、うん、はい、じゃあアンミンどうぞ。じゃあアンミンからいきます。うん、はい、アンミンもですね、7月、うん、来月の告知させていただきます。7月の15日、笑いライブ海の日ですね、笑いライブの MC をやらせていただきます。あ、お笑いじゃないんですね。はい、そうなんですよ。MC なんですね。ちょっとね、芸人さん目指したいんですけど、ちょっと無理かなっていう、なんでちょっとアシスタントで頑張らせていただきます。でこちら会場が池袋でやらせていただくので、ぜひお時間ある方はお昼の時間帯ですね、海の日、お休みの日、12時会場の2時間、1時間半ぐらいかな、で大体10組ぐらいの笑い芸人さんが出てやっていくライブになります。あとですね、7月の後半ですね、31日にライブがあります。あとは舞台をこの度やることになりました。おめでとうございます。ありがとうございます。いつ舞台
もう後半なんですよ。7月の28、29、30で昼夜で3公演、全部で6公演やります。はい、でチケットを前売りでもやっておりますので、ぜひね声かけていただけましたら渡しさせていただきますので、よろしくお願いします。はい、この度初舞台になるのでね。なんかドキドキだね。ちょっとアンビ大根ですけど大丈夫ですかってすごい聞いてで監督さんが、まあ、結構すごい対策を作ってらっしゃる方なんですけど、大丈夫大丈夫みたいな、それ素人が僕使うの好きだからって言われて、マジかみたいな感じでやらせていただくことになりました。はい、どんな感じの舞台ですか？4人の女の人のお話、うん、で、まあ、会社に勤めてる4人がなんか宴会終わった後にバスを待ってるんですけど、バス待ってる間にこう織りなす喜劇ですね。もう社長の愚痴すごいみたいな。すごい、女のドロドロとかも見られますね。結構リアルなんですね。はい、でライブもちょっと組み込ませていただいてやったりとかもします。見てみよう。はい、ぜひよろしくお願いします。はい、そんな感じです。はい、次はモルさん。はい、私は、7月の3日、中野の M スタジオっていうところでね、東京ガールズサーキットっていう番組やります。そちらも観覧ねできますので遊びに来てください。詳しくは私のツイッターまでモルで検索してください。はい、よろしくお願いします。はい、では猫氏。はい、はい、私も相変わらずツイッターの方に告知を載せさせていただいてます。はい、来月7月も、東北地方をメインにちょっとパチンコ屋さんの方に遊びに行きますので、もし都合が合う方ぜひぜひ東北でお会いしましょう。うん、またですね、コスプレイベントが多い季節になってきたので、どっかしら参加できたらいいなと思ってるので、その場でも会えたらよろしくお願いします。はい、あれだ、コミケとかは聞いちゃっていいのかな。はい、落ちました。あ、嘘、そうなんですか。出てきました。落ちました。はい、夏一回も経ったことない、ね、そうらしいんですよ。いや、もうなんか多分毛も耳は暑苦しいとかそんな感じなのかな。もう寝ばりかな。夏耳は受からないっていうね。そうなんですよ。ね、今年も更新していただいて、はい、更新がない、呪いにかかっちゃってるんですね。そうらしい。冬猫羽猫で行きたいと思います。じゃあ森様。はい、ですね、森さえる、次回は、6月30日藤山特攻ヤッピーというね、はい、ユニットで、森さえるという名前じゃないんですよ。こちら、ピエル森としてピエルが大事。ピエールって言うと森ってなっちゃってちょっと危ないんで、ギリギリのラインでピエル森です。はい、として、はい、こちら出させていただきます。あとはですね、7月の3、4、5かな、週末なんですけど、もうバラのサーキットでレースクイーンを痩せない、まだまだ全然痩せない。そう、あと5キロは最低でも落としたいので。サルちゃんいつも言ってるけど、そのうちなくなっちゃうじゃない。いやいやいや、そんなことないからね。すごい。そう、あとは、7月の、まあ、頭の方に、アコースティックライブに出ます。はい、他はあとは、ツイッター見てください。森さゆるひらがなで検索すれば出てきますので、ぜひぜひ、フォローよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そうですね、コメントでアンミンさんの舞台が26、27、28だよってお知らせしてくださってる方がいます。間違えてました、危なー。ありがとうございます。そう、金土日の26、27、28ですね。はい、ちょうど1ヶ月後だね。うん、なんか言っててね、確かにあれって思って、これ私ライブの日と被ってないこれって思っちゃった。そんな被ない入れてないのにって思ったんですよ。よかった、ありがとうございます。よかった、はい、ではでは次は、はい、いいですか、すいません、はい、このタイミングで大変言いにくいんですけれども、はい、8月の金曜日に、夏コンビに出ます。夏コミに出ます。何でも私も受かってるわ。アニセサリー受かってます、すいません。あとはメガドラのサークルとして出させていただきますので、はい、遊びに来てください。何日目ですか。金曜日です。1日目ですか。金曜日、4 days なんですもんね。そう、今回4日、はい、金曜日に出ます。はい、あと9月
の、これは言えないや、9月の危ない危ない9月19日にメガドラミニが出ます。お願いします。はい、これもあ、これは2019年の冬、メガドラを応援するような私の CD を出します。イエイ、はい、もうとんでもなく面白いものを作ろうってプロを掲げてくだんないことをやりまくってるので期待しててください。やばいね、そのプロがやるさ、そのなんだろう、こう全力の遊びっていうのが本当に私好きなんで、めっちゃ楽しみにしてます。めっちゃ楽しみ、これは仕事じゃねえぞ。そう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 、だからこそできるっていう。そう、仕事じゃないか、私も口出しまくりです。いや、そうじゃないっすみたいな、こうしたいっすみたいな。それ最高だと思う。やばい、ね、お願いします。本気の遊びっていうのが一番面白いね。そうなんですよ、伝わってきます、うん、ね、はい、これあもっとね、ね、なんか紹介してください、ね。え、なんですか、いいんで、え、いいんですか。まだ時間あるんで、どうぞ。メガドラ CD のタイトルは、うん、はい、メガドラはちゃめちゃ大作戦、うん、っていう、ちょっとなんか60年代ですか、うん、それっぽいタイトルなんですけども、サブタイトルが、お粗末なタイトルですみませんって言うんですけど、サブタイトルで謝るこれ、メガドライブのお粗末くんはちゃめちゃ劇場っていう、ゲームがあるんですよ。そこからはちゃめちゃを撮ってて、で大作戦はフォロワーさんが出してくれたんで、あの拾ったんですけど、それでお粗末なタイトルですみませんっていう内容で、協力してくれてる人が、うん、まあ、源平東摩伝ファミリースタジアムの中方範夫さんと、うん、ワルキューレの伝説とかスマッシュブラザーズをやってる川田博之さんと、うん、あ、これ全員言っちゃったら長いです、ね、あ、全然大丈夫です。ビデオゲームグラフィティワンダーモモをやってるユダテさんと、うん、ドラゴンスピリットリッチレーサーをやってる細江さん、うん、バトルガレッカドドンパチをやってるナミ、あ、ドドンパチチャビ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 ナミキマナブさん、あとサンダーフォース5をやってるつくも百太郎さん、うん、あとはネオヘアンエイリアンとか8ビットリズムランドやってる庄司さん、あとは、クイズマジックアカデミー幻想水湖伝5を手掛けてる津川さん、あとはプロレススーパーゲーム列伝ガルデンブレイクブラウフラッシュオーチェスをやってるオーチさん、あと、はい、ポタリズムっていう漫画家をやってる伊勢ケヌさんがジャケットを描いてくれて、でその裏表紙を描いてくれてるのはただのサラリーマンのスケロックさんですでそのブックレットとか全部手掛けてるやつをまとめてくれてるのがデザイナーをやってるヨシボンさんっていう、うん、言ったら、うん、そのファンタシースター千年期の割にと桜大戦を手掛けてる人です、うん、で一応予定では11月のゲームレジェンドか冬込みか TGMS かその辺で出たらいいなっていう、うんうんうん、で10月20日にちょっとそのレコ発を記念して、はい、メイドカフェみたいなもの、コンセプトカフェを1日やろうと思ってまして、また、うん、いいですね、はい、10月20日に神奈川で貸し切ってやりますので、うん、ぜひ遊びに来てください、はい、多分 CD も発売されてないんですけど店内では流す予定で、素晴らしい、先行で聞きたい方は、はい、応援しに来てください、はい、足を運んでください。私でも知ってる作品の名前がいっぱいある、うんうん、本当ですか、すごい、うん、メガドライブあんまないんですよねあ、そうはい、そんな感じでね、時間もそろそろ、はいはい、終わりとなってまいりました、はいはい、じゃあこちらね、はい、水気ドリアムアップ次回は7月の24日かな、はい、24日水曜日となります、はい、はい、同じ時間帯で放送させていただきますので、はいはい、ぜひ皆さんまた遊びに来たりとか、あとコメントくださったりよろしくお願いします、はい、お願いします。雨ギリギリになっちゃうかもしれない、まあ、そういう感じか、はい、今、はい、PV 流れてますが、こちらね、あみしんとさんの、はい、オリジナルソングです、ね、めっちゃかっこいいですよね、はい、そうなんですよ、かっこいいです、すごい、今なんかあのレコーディングをいっぱいしてて、今7曲入りの CD を来年、ね、はい、もうしまっとるよ、本当に、はい、私は好きな曲入ってる、入ってますよ、やったー、楽しみにしてるから、はい、そんな感じで今日の感想なんかを、うん、はい、ぜひ、なんか女の子に囲まれて幸せでしたなんか緊張しちゃいました、それがなんでなんかあんま緊張しないあ、しないです、はい、そう、はい、微妙に緊張した、そう、なんか違う感じがなんか幸せオーラをいっぱい吐き集めて幸せになれました、はい、感想していただけるありがとうございました、ね、ありがたいですね、
いやいや本当に本当はねもっともっといっぱい、うん、あの質問が来てたんですよ、ね、質問がいっぱい来てたんですけど、はい、でもちょっとあの時間の関係でいや、はい、熱く語っていただいたんでそれでご了承くださいって言って、ね、はい、なんか、ね、ツイッターとかでうちのツイッターとかで来た人もパパパパって返せたらね、うん、それでやってほしいかもね、もうオンエア終わったんでね、うん、もう個人で返していただくもよしという感じで、ツイッターで全部返します、はい、お願いします、で、はい、次回、それいけドリームアップもよろしくお願いします、よろしくお願いします、それではまた。